タミー・ライリーはアメリカ合衆国の元バレーボール選手。元アメリカ合衆国代表、バルセロナオリンピック同メダリスト。カリフォルニア州、ロングビーチ出身。ハンティントンビーチにあるオーシャンビュー高校で3年間バレーボールを続け、最上級学年時にはオール・サンセットリーグのファーストチームに選出された。大学はアリゾナ州立大学に進学し、 1985年と1986年にはオールアメリカンに選出されている。アメリカ合衆国代表には1987年から参加し、1988年のソウルオリンピック、1992年のバルセロナオリンピック、1996年のアトランタオリンピックの3大会連続出場した。このうちバルセロナでは銅メダルに輝き、 1993年からはナショナルチーム首相としてチームを率いアメリカオリンピック委員会が選ぶ年間優秀女性バレーボーラーとなった。タミーは代表チームメンバーとして初の400試合出場を果たした。海外でのプレー経験もあり、1991から92シーズンには RC カンヌでプレーしている。アメリカ合衆国代表1989年に ブラッド・リリーと結婚。その後、ジェフ・リブルと再婚し次男を授かった。現在は、デルマーのバレーボールクラブでコーチを務める傍ら、サンディエゴ大学女子バレーボール部でもアシスタントコーチを務めている。ありがとうございます。